青森ポエム。今回ご紹介する夢に向かって笑顔で歩む人は、合同会社青森ファイン代表社員三上信子さん。2017年8月に米ぬか酵素風呂青の雫を開業。酵素風呂の魅力を多くの人に知ってもらいたいと事業に取り組んでいます。米ぬか酵素風呂とは、脱脂した米ぬかパウダーを酵素の力で発酵させ、自然発生した熱を利用して砂風呂の要領で全身を温めるというもの。およそ15分の利用でおよそ2時間の有酸素運動をした分のカロリーを消費、リフレッシュや美肌効果、疲労回復に健康増進など、さまざまな効果が期待できるそうです。家族で旅行に行った時に初めて酵素風呂っていうのを知って、あとはこうとにかく2日ぐらい体がほかほかな状態で、お肌もなんかこうフカヒレ食べたぐらいにツルツルになったので、あ、これはすごいものだなと思いました。酵素風呂そのもののお店を探すのがちょっと大変だったと。なので、じゃあ自分でちょっとやってみようかなと思ったのは、まあ、少ないからだですね。店舗経営の知識も経験もなかった三上さんでしたが、独学で多くを学び、青の雫を開業。その評判は口コミで広がり、リピーター率もおよそ8割と順調に伸びてきているそうです。経営とかそういったのはもうまるっきり店舗とかそういったのもやったことはなかったので、青銀さんとかと、まあ、ちょっといろいろ聞きながら、ちょっとずつちょっとずつこう決心を固めていったって感じですね。一人でも多くの人に体験してもらいたいと思ってます。まあ、なので、米ぬか酵素風呂のお店をやりたいなっていう人がいたら、そちらもちょっと応援して、あの1店舗でも2店舗でも県内東北に増やしていければなと思ってました。酵素風呂の魅力をより多くの人に知ってもらい体験してもらうため、三上さんの挑戦は続きます。この番組はおかげさまで140周年、青森銀行の提供でお送りしました。